こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2024年の9月30日を、5時間過ぎてますが、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 54.723 ということで、まあ毎日言ってますけど、まあ自民党の総裁選の後ね、ガクンと5円ぐらい落ちてしまったということです。はい。これ日足ですけども、まあ総裁選の金曜日かな、ここ。金、土、日、月と。で、まあ、週明けどうなるかということで、まあ、これくらいでが落ちただけだったら、まあいいのかなという感じかなと。はい。まあ、ここからこの上がってきた勢いがね、これくらいまあ調整したというだけにまあ見えるので、まあ、どうですかね、ここら辺までは来ずに、どっかでね、こう盛り上がっててくれるといいなと思います。はい。まあ、軒並み、はい、こんな感じで落ちてるので、まあ、体だけではないという感じですかね。でもやっぱ下げるときはビットコインより大きいですね。はい、そこはちょっと残念ですけど。はい、ではツイッター見ていきます。はい、今日はですね、カルダノのメンバーの方々、メンバーとコミュニティの方々で、自己紹介をしてる人がね、なんか多いなと思って見てたんですよね。こうやって。で、読んでいくと、このエコシステムに9年以上深く関わってきた私は、インターセクト MBO の取締役会に移行することを発表できることを嬉しく思います。これまでの経験から真の変化をコラボレーションによってもらたらされることが分かりました。そのために1年前にこちらに連絡を取り、インターセクトやコミュニティで最大の利益を貢献し、真の分散化を促進するように MCC に参加しました。本日私は MCC から退き、より多くの参加者ができるように席を空けますということで、まあ、いろんな方がね、このようにホスキーさんとか、はい、このアダムさんとかね、はい、まあ私、なんとなく知ってるような、知らないような、見かけとあることがあるような、ないような感じなんですけど、何をやってるのかなということで、すいません、知らなかったんで、ちょっとそこを今見たので、ね、それをちょっと共有したいと思います。はい、今、委員会選挙というのをやってるようで、カルダノ市民会、これちょっと英語を自動翻訳したのでちょっとね、正しくないかもしれませんけど、カルダノ市民委員会、予算委員会、オープンソース委員会、製品委員会、メンバーシップ&コミュニティ委員会、技術運営委員会ということで、候補者がこのように並んでいて、で、ここに今、候補者をね、締め切ったタイミングのようです。はい、こちら日程があるんですけど、投票ですね。9月30日にメンバーはこの日までに小島とエンタープライズメンバーシップを保持している必要があり、すべての投票する資格が得られますと。で、ここで10月4日投票が開始されます。10月20日投票締め切ります。で、サミットで、合格者を決定しますということで、登録したメンバーですね、候補者が今ここに揃ったよというタイミングのようです。はい、で、こちら、インターセクトコミッティーズというところにリンク行きますと、いろんな役割っていうか、その前にその理事会とか委員会とかね、あって、で、そこで、選挙が行われて、まあ、メンバー決まっていく。まあ、インターセクト MBO って言って、まあ、メンバー組織ということなので、まあ、しっかり組織をね、組んでいくということでしょう。はい、で、ボードメンバーの方は、このようにね、ちょっと非常にトップオブトップみたいな方々というか、人数もそうですし、まあ、今後とか幼児とかね、こんな感じになっているので、委員会の方をね、ちょっと見ていきます。はい、で、カナダの市民委員会ということで、候補者の方がね、結構いらっしゃるんですね。はい、で、日本人の方がね、ここの、ところだけでもお二人いらっしゃいますね。はい、で、ここに大石武さんという方と横山太一さんですね。横山太一さんの、立候補しましたよというのを確かツイートちょっと拾ったんで、こっちの大石武さんってね、アンバサダーの大石さんとアンバサダーの武さんがくっついたような名前ですけど、違う方みたいなのでちょっと見ていきますね。はい、カルダノ市民委員会委員として参加したいです。私はプロトコルガバナンス、DAO ガバナンスの豊富な経験を持ち、カルダノのエコシステムを追いかけてきました。これが正式に利用する最初の機会です。ですから私はメンバーとして初めて委員会にできることは何でも持っていきたいと思っています。はい、カルダノ
インターセクトの経験はいかがですか？私はインターセクトや体に直接関わったことはありませんが、体のエコシステムなどの開発について一貫してフォローし、情報を入手してきました。特に感銘を受けたのはガバナンスの分散化の進展です。他のエコシステムではプロトコル、ガバナンスとガバナンスプロセスの改善に深く関わってきました。私は DYDX アービトロンとネットワーク運用のエンティティである何て読むんだろう、ターネですかね、を代表するアクティブなデリゲートとして活動してきました。オプティミズ・コレクティブでは、タネはオプティミズ・グラント・カウンシルのメンバーで、私はタネの主な代表です。私は A16Z から1ミリオン OP トークンの委任を受け、トップ20の委任者になりました。これらの役割と経験から得られる私の経験と洞察は、市民委員会にとって価値があると信じており、この役所を通じて体のガバナンスに貢献したいと考えています。ということで、ここを見ると、もうすごい経験豊富な方ですよね。はい。で、体の中ではそんなにいろいろやってないということなので、ちょっと私がまあ存じ上げないという話を言いましたけど、まあ知ってる方もね、おそらく体のコミュニティの方では少ないのかなという気がいたします。はい、あなたが選出された場合のあなたの公約と計画は何ですか？計画として体のガバナンスをよりアクセスしやすくダイナミックにするためのガバナンスプロセスの最適化に注力します。アクセシビリティや私がいくつかのプロトコルで見てきたことから、プロトコルのガバナンス、ダイナミズムと堅牢性を高めるための重要な鍵の一つです。私は体のガバナンスには改善の余地があると考えており、過去の他のプロトコルでの仕事を通じて得た経験と知識を生かすことができると考えています。私は委員会に参加するためのカバリを以下の通り定めています。誠実さ。私は誠実さを共に大切にしています。私は信頼性と許可を重んじる業界においても、誠実は最も重要な美徳であると信じています。実際最終的にガバナンスの最小化を目指すべきなのに、議定書にはガバナンスが必要であり、それは有能で誠実な参加者が必要です。私もその一人になるべきです。ダイバーシティは地方分権化を実現するため最も重要な価値観の一つです。私は地理的な多様性、日本とアジアを含む様々な視点で非常にユニークです。また、他のアクターが提供する多様性も大切にしており、彼らとコラボレーションを高く評価するつもりです。実用性、私は斬新的な地方分権化を信じています。分散化が暗号ブロックチェーンプロジェクトの最終的な目標であると考える一方で、最初から分散化を追求しすぎるのではなく、実用性と物事を成し遂げるアプローチを実施することがあります。透明性、私は透明性は分散型システムにおいて重要な特性であると考えています。私は調査結果、フィードバック、意見の相違、賞賛、明確かつ建設的な方法で伝えます。私は透明性のあるコミュニケーションがより良い議論と成功のためにの意思決定につながるべきだと信じています。ということですね。はい、あとはなぜコミュニティがあなたに投票すべきなのでしょうか。あるいは体の提携や過去に利益相反の可能性はありますか。インターセクトまたは体の資金や助成金を受け取っていますか。はい、いいえということなので、まあカタリストとかそういうのもやってないということですかね。はい、ということで、はい、経験のある方がね、履行されているということです。はい、横山さんは、はい、横山さんですね。横山さんの、公約と計画のところでね、ちょっと拾っていきますね。私は市民委員会を選出された場合、私はグローバルとローカルの統合コミュニティの関与の強化に焦点を当てることに誓います。私の計画は次の通り。ブリッジビルディング。私は地域のコミュニティのリーダーとグローバルガバナンスの参加者との間の直接的な対話を促進するために定期的なグローバル、ローカルガバナンスフォーラムを設立します。透明性。私は委員会の活動と決定について英語と日本語の両方で毎月最新情報を提供することを約束し、グローバルコミュニティと日本のコミュニティのアクセシビリティを確保します。教育。私は最初の6ヶ月以内に日本及び広範なアジア太平洋地域のコミュニティに合わせた包括的な体のガバナンス教育プログラムを開発し開始します。4. インクルーシブな参加。私は体のガバナンス議論における過小評価されたコミュニティの参加を最初の1年以内に 30% 増やすことを約束します。 5. 技術的社会的バランス。私は全てのガバナンス提案がその技術的メリットと社会的影響の両方について評価されることを確保することを約束しますと。はい、さらに細かくありますね。はい、で今ここの市民委員会っていうところを見てみたんですけど、このインターセクト運営委員会というところと、メンバーシップコミュニティ委員会
っていうところに日本人の方が、ね、いたので、ちょっとそちらもちょっとだけ見ていきます。はい、大石ゆうきさん、まあ、ゆうたさんですね。いつも皆さん、ゆうたさん、ゆうきさんが本名なのかなっていうところなんですけど、インターセプト体の経験いかがですか。数ヶ月からジャパンハブマネージャーとして、働いており、日本ではインターセプト個人メンバーの数が世界で最も多くなりました。体のアンバサダー、Dレップ、こちら、こちら、こちらということでいっぱいやってますよということですね。はい、あなたの公約計画は何ですか。1、コミュニティの声がインターセクトの意思決定に反映される仕組み作りをサポートします。具体的にはコミュニティの声がコミュニティハブに届いた時の流れ、委員会に届いた時の流れ、ワーキンググループかなに提起された時の流れ、インターセクトのウェブサイト上のフィードバックフォーラムなど、インターセクトの事業員に届いた時の流れ、提出されたコミュニティの声の結果をコミュニティが知る方法など、いくつかのフレームワークを確立する必要があると考えています。2、現在インターセクトの個人メンバー数が世界で最も多いメンバーの声をお伝えしますと。以下さらにありますね。はい、そしてコミュニティ委員会という方に新井正樹さんということで、ちょっと存じ上げないかなと思ったら、体の経験いかがですか、新人って書いてありますね。はい、公約と計画は何ですか、運をつかむ、コミュニティがあなたに投票すべきなのでしょうか、なぜ投票すべきなのでしょうか、いい人だからと、体の提携や利益相反の可能性ありますか、いいえと、いうこと、ちょっとね、単純すぎるかなということですね。ちょっとどんな方か分かりませんけど、どうでしょうかね、ちょっとここに投票するのは厳しいかなという気がしますね。はい、あと、江戸宮さんという方がいますけど、ちょっと日本人じゃなさそうなので、ちょっとね、割愛させていただきます。はい、いずれにしても、すごいたくさんの方がね、それぞれの役割に対して、こう立候補を、ねされているので、特に、インターセクトの有料会員になった方は投票権があると思いますので、ね、ぜひご覧になっていただければと思います。まあ、そうでなくても、ね、ちょっとインターセクトは、まあ、そのこれからこれまで IOG とかはやってきたぐらいの位置づけになっていくという組織なので、ちょっとこれは本当に注目ですよね。はい、そもそもインターセクトって何だっけということなんですけど、インターセクトの5つの柱、開発者に焦点を当てたカンファレンス、ハッカソン、イベントを開催することでコミュニティがエコシステムを発展させるのをサポートします。2、管理、そして CIP16 企業によって実装された体のコミュニティ主導のガバナンスを擁護します。3、コミュニティが承認した体のテクニカルロードマップの提供をオーケストレーションします。4、システムの安定性のために体の継続性を促進します。体のコアテクノロジーのオープンソース開発を調整しますということで、まあ、体の全体を、ね、とにかく引っ張っていく組織ということなので、まあ、非常に重要な投票ではないかなというふうに思います。では値段に戻りまして、 54.92 円ですね。14,012.9×54.92 で元本が10万円ですので、計算しますと669,588円のプラスということになりまして、はい、669.6% のプラスということになりました。今日ちょっとインターセクト の投票の話だけで、ちょっとね、あまり面白くなくて、私のちょっと勉強だけで、ずっと喋ってしまいましたけど、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。では失礼いたします。